はい、どうも皆さん、こんにちは。さあ、今回なんですけどね、ちょっとこんなコメントをいただいたので、お答えしようかなというふうに思います。まあ、それがですね、ガスガンのウィンチェスターとエアガンのウィンチェスター、どっちがいいんですかっていう話です。まあ、ウィンチェスター、ね、このレバーアクションのライフル銃ですね。まあ、この銃なんですけども、モデルアップされてる機種は違うんですけども、こちら、ガスライフル、マルシン工業というところが出してるんですけども、マルシン製のガスライフルと、こちら、KTW というメーカーが出してるエアコッキング製のウィンチェスター。まあ、この2種類がですね、今流通しているので手に入ります。で、どっちがいいんだろうねっていう話です。まあ、ちょっとひょっとしたらね、昔の動画で言ってるかもしれない。ちょっと重複しちゃうかもしれないですけども、まあせっかくなんでね、この機会でまた改めてご説明じゃないな。私の意見を述べようかなというふうに思います。いやー、これはね、目的によるんだよね。一概にね、どっちがいいとは言えないんですね。というのもね、値段が2つとも変わんなくなっちゃったんですよ。昔だったら、多分、こっち一択だったと思う。うん。いや、マジで。なんですけども、今ね、このエアコッキング、KTW のエアコッキングもかなり値上がりしてね、定価が3万円ちょいなんですね。で、対するこのマルシンのウィンチェスター。これもですね、一番下のグレードで3万円台なんですよ。で、しかも、ただのマルシンの方は最初から木製ストックと木製のこの先台が付いてるんですよ。KTW の方は、これ私変えちゃったんですけども、プラストックなんです。もう値段がね、同じっていうことを考えたらね、ちょっと一概にどっちがいいって言えなくなったんですよ。まあ、そうだね、サバイバルゲームで使いたいという方。ね、サバイバルゲームで、こう、ガシガシ使いたいという方はですね、こっちの KTW の方がいいかもしれない。まあ、まずね、ガスじゃないから、季節問わず使えますし、あとガス漏れの心配もなし、そして木製ストックじゃなくてプラストなので、なんか、弾が当たって凹んだとかそういうこともないですしね、心配事が。で、まあ、私、最近のロットも触ってないからわかんないんですけども、まあ、評判によるとね、スナイパーライフル並みの精度があるなんていう話も聞きますから、サバイバルゲームとかで使うのであれば、こっちの方がいいかもしれないですね。まあ、ただ弱点を挙げるとすればエアコッキングなので、このレバーコックがねめちゃくちゃ重いです。でね、こっちのガスライフルの場合はまずは飾っておきたいっていう方かな、鑑賞がメインの方、ウエスタン映画とかを見ながらね、こう手元に置いとくとか、まああとは、なかなかいないかもしれないけども、壁にこうやってかけとくとかね。で、壁から取ったらトラップが発動して屋根が落っこってくるとか、そういうのはやめてくださいね。まあ、なんで観賞用がいいかっていうと、この木製ストックですね。やっぱりプラストックとは違って木製ストックはね、雰囲気があっていいですよ。で、あとこのレバーを起こすのが非常に軽くできるので、飾っといて、まあ、ちょっとふとした時にね、ガシャーってやって遊んだりとか。で、あとはね、これ BB 弾を本物と同じように入れるんですね。この横のゲートから入れるんですけども、まあなので非常にリアルということで、飾っておきたいとか、あとはリアルなね、動作のものがいいとか、そういう方におすすめですね。まあそんな感じの回答でいいですかね。サバゲとかで使いたい場合はこのエアコッキングの M1873 で、観賞用とかにしたい場合はこのガスライフルの M1892 という、こういう選び方でいいんじゃないかなというふうに思います。まあそんな感じでね、今回はウィンチェスターどっちがおすすめかという話でした。じゃあね。